どうもロシングルです。新たなゲームパラダイスロスト、こちらプレイしていきたいと思います。リリースが2021年3月24日、開発はポリアモリー、発売はオールインゲームというわけでね、アドベンチャーライクなウォーキングシミュレーターらしいんですけれどもね、見ての通りグラフィックが相当期待値が高そうな美しさ、やばそう、これは楽しみだね。で、物語はですね、なんと第二次大戦が終わっていない世界らしいです。核の炎で世界が包まれて、戦争は終わったようで終わっていない、もはや世界が滅びてしまったディストピアものらしいんですね。で、主人公がポーランド地下にあるナチス掩兵壕にてね、そこの地下都市に入り込んでそこを旅するという物語らしいので、やってみましょう。レッツゴー。うわ、ここからもう行っちゃうんだね。ゲゼルシャフト、ほうほうほう、ちょっとレトロライクですね、コンピューターも。でもおしゃれだね、なんか和風なイメージもある。セキュリティスキャン実行、すごいね。ナチスの、まあその戦争終わってないから、もっと未来か、ずっとナチスの科学が進化し続けたらこうなるっていう感じだったのかな。なんだなんだ、現状どうなってる。身元不明の女、ありがとう。え、なんだこれ、身元不明人、え、なになに、わあ、美しい、グラフィックやば、寒ー、これポーランド、うわ、遥か彼方に超高い山脈が見える。ポーランドとナチスと言ったら、サウルの息子という映画を思い出しますね。あれも見ていて痛々しかった。ロシアじゃなくてソ連か、もしナチスだったら、第二次大戦の時代だったらね。戦車が、クマタンのぬいぐるみが、戦争は何もかも奪っていく。虚しいね、誰も勝者がいない戦争というのは、これほど虚しいものはないね。否認すごド直球ですね。うわー、これがもうナチスの掩兵壕。うーわ、寒ー。移動カメラ、はい。お、シャキシャキ動くよ、ありがたい。寒い寒い寒い、早く中入ろう。寒、くら、もう行きたくないんですが。あ、ライター、つくのか、この時代のライター。もはや石油、ガソリン。お、息子は泣かないで。でもこうすれば暗闇と戦える。これ思い出か。ママが部屋を温めるから、その間におもちゃを片付けて。動物連れ、これポーランド語なのかな。
すぐに温まるわよ。寒いのは誰だって嫌だものね。あ、このクマのぬいぐるみ。そっか、核戦争の後起こるのは気候変動ですね。自然がなくなったので冬が地球を覆っているという感じでしょうか。愛されてるね、息子。娘？おちびさん。お母さんは戦士か？サバイバル能力が高い人なのかもしれない。優しい人だ。子供のために全てを与えてくれている、そんな印象を受けますね。ふう、ライターを見ると母を思い出す。うわー、暗っ。これはトロッコのあれだよね、電力を供給する電線だよね。でもトロッコがないな、ただの電線かな。おお、こっちか。入りましょう。お邪魔します。ちょっとカクつきますけどもしょうがない。インタラクト。なんだこれは。1960年5月19日、士気の低下が続いているように思えてならない。落ち着きを失い始めている兵士もいる。自分たちの役目についてごく限られた知識しか与えられていない彼らだが、自らを統括しているはずの中尉も同様に何も知らないらしいことにどうやら気づき始めているようだ。なんだ、隊が分裂しようとしてんのか。我々の任務が最高機密であることは承知の上だ。だがドイツ軍全体で最も優れた装備を与えられていると言っていい我々ですら、この任務の目的がわからないというのはどうしたことか。へえ、だいぶ末端まで指令が行き渡ってないんだね。我々の元にはライフルや迫撃砲、手榴弾、ミサイル、ガイガーカウンター、その他実用試験を経てすらいない。最新機器が文字通り山と積まれている。最先端の通信システムまで備えられているのに、肝心の通信が入ってくる様子は全くない。一体いつになれば敵と戦う時が来るのだろう。なんだ、戦争なのに、どういうことだ。あ、こっちで読めるんですね。読みづらいこっちを読んでたよ。ふむ、ここ入って早々になんか、おっと、武器になりそうなものがいっぱいあるね。戦闘になった時はここからスコップとか持ってきましょう。なんだなんだ、他に何かインタラクトできそうなものはない。こっちのドアをくぐってみよう。拷問器具じゃなかろうね。怖い。これは読んでみよう。監視報告書、1960年4月16日、地区ゲゼルシャフト D クラカウ。報告担当士官はヨルグ・ケスラー上級二等兵。9時42分、シェルター最北の入り入港口であるハッチ 061B 巡回のため0階に派遣される。シェルター扉に到着後観察、いつも通り異常なし。扉完全に封鎖され、不法侵入者など一切なし。以上で日報終了する。どうせ誰も読まないんだろ。なんか思った以上に、うわっと銃がある。マスク、すごっ。思った以上に虚しい戦争だった感じが伝わってくるな。開けられない。グラフィック綺麗、すごい。フィンチ系で起きたなんとかかんとか屋敷でなんだっけ、フィンチ系の奇妙な屋敷で起きたことだ。あれレベルの美しさですね。さあどんどん地下へ降りていこう。うわ、声が怖い。こっちは
早々に武器庫か火薬庫か、それまただね。これは完全に弾とか入ってんだろうな。お、奥へまだ行けるぞ。ここもまだ寒いのかな。入っちゃおう。火薬あるかもしれないのにライターをつけっぱなしの恐怖。少しぐらいライトとかランタンとかあるんじゃないか。うわ、とっと、怖い。音が怖い。ちょっとホラー。今のは何？お母さんの写真？何があったの？大丈夫？なんでもないよ。落ちたんだ。ああ、なるほどね。落ちたんだ。ロッターだよ。落ちたんだ。発電機直せないじゃない。発電機壊したの。大丈夫。どっかに指が立つよ。お母さんは戦士だったのか、やはり。これ誰？おおお、何？わかった。はあ、っていう思い出をね。フィンチ家もそうだし、ドラウゲンも、最近やったドラウゲンの方にもかなり近いようなイメージがありますね。ウォーキングシミュレーターアドベンチャーというか。おお、地下施設でかいぞ。あれ、押せない。押せないんだな。じゃあ行くしかあるまい。この基地まだ生きてるぞ。電気が流れてる。ここ何のために使ってたんだ。こんだけでかいってことは実験施設とか完全に軍用の何かだろうね。インタラクトするには丸をふんふんに、え？ RT とこれ、よいしょ。こういうことか。もう少し分かりやすいユーザーインターフェースが作れたんじゃないかなって思います。でもそんなの気にしない。いいね。なんかちょっとね、そのナチスの当時のね、レトロな感じ。ナチスだから50年代ぐらい。お、なんだこれ。押す、読めない。ドイツ語は読めないな。うわー、どれだろう。ミデルフェンアンゴンギグな、どれだ、これか。あ、アラーム止まった。あー、はいはいはい、オッケー。これでアラームがうるさくなくなったわけだ。じゃあ、あのエレベーター乗れるってことかな。うわ、軽い。ちょっとほっとしたね。ベッドがある。簡易ベッド、椅子を並べただけの。よし、旅しよう。そもそもなぜこんなところを旅してるのかよくわからないな。ん？光が、エレベーターが来た。行きましょう行きましょう。よいしょっと。よいしょ。まだ子供じゃないか、この声。13歳とかかな。すごっ。ワクワクすっぞ。おら、ワクワクすっぞ。こっちは列車、地下鉄が走ってる。あれ、ボルトじゃん、フォールアウトのねえ、知ってる人は知ってる。ん？ここにたどり着いたが、何がどうという。え、雪、雪がどっかから漏れてる。それとも寒さで霜が降りたとか。うわ、弾散らばってるね。ここで戦闘が起こったか。この裏を行けってことかな。え、見てるだけで楽しいわ
アドベンチャーの要素はそこまで多くないけれども、ここ降りろと、とにかくここを旅してる感じが非常に楽しい。わお。さあそっちか、列車の向こう側に渡らなきゃいけないね。うわ寒い、雪が降ったというよりも凍ってるんだろうね。暖房設備はないのかここは。わあ、まるでさっきまで人が乗ってたかのような。あ、 FPS でちょっとカメラ動き早すぎて気持ち悪いよって方いたら教えてください。気をつけます。ドラドラ読めない漫画、科学の進歩を称えてる、そんな新聞ですかね。読めない、ポーランド人なのでドイツ語は読めないんだな。うん、 OK、 裏に回ってこれた。さて次なるはこれ、調べれそうだね。やっぱりなんか脱出かなんかしようとして戦闘が始まったんじゃないかしら。よいしょ、ガチャン。なんだ、人の荷物を勝手に開けるっていうね。大切なおばあちゃんへ。列車ですごい人と一緒なの、あのグレタ・ミュラーよ。おばあちゃんがこの間レコードで聞かせてくれた人。なんてエレガントな人なのかしら。話しかけてみたいけれど、彼女は専用の車両にいて誰もそこには入れない。まあそらそうでしょ、有名人なんでしょ。おばあちゃんがいつも読んでいる新聞に載っている漫画家も一緒にいるのよ。私に相当の似顔絵を描いてくれたわ。オーマイガー、あの人の描くゲーリングはちょっとスリムすぎる気もするけど、こんなにたくさんのすごい人たちと一緒の列車に乗るなんて大変な名誉だわ。お別れをちゃんと言えなくてごめんなさい。おばあちゃんがいない時にお迎えが来たの。せかすばかりの失礼な人たちで想像してたのと全然違ったわ。でもこの別れの手紙を届ける約束はしてくれたの。この手紙が届くときおばあちゃんが元気でありますように。大好きよアデーラより。手紙は届かなかった、すまないアデーラ。届けてあげたいところだ。どこへ向かうんだこれは。この地下、うー高い、一歩一歩が高い。地下都市を一生懸命行く感じが、え、どっちだこ、え、どっちだろうね。え、こっちでいいのかな、合ってる。あ、なんかある。読みましょう。全入植者へ告ぐ。ゲゼルシャフトへ持ち込める荷物は1人につきスーツケース1個分とする。これを超える持ち物は全て到着時に処分する。なんでだ、なんでそんなひどいことするんだ。本規則は親衛隊人種及び移住本部ラッシャかなが施行し、例外措置は一切ないものとする。ひどいね、相当独善的だね。まあナチスはね、独裁政治なんで独善的なのは当たり前、当たり前体操なんだ。コップだ、高そうなカップなのにね、割れてしまってはそもそも飲むものがない。開かない、こっちじゃないんだな、あっちが正解かな。うん、みんな取るものもとりあえずこの列車に飛び込んだって感じかな。無理やり乗せられた人もいるんだろうね。うんうん、よし、これなんだ。スーツケースを開けるのはちょっと楽しいね。物資を漁ってる感じが、お、思い出だ、聞いてる、止めても無駄だから。一生こんなところで過ごすなんてごめんだ。母の愛をわからないのか。ママどうしたの。ママ are you okay? あ、お母さん、そんな、ママシュ、ママシュ、
ところどころ英語じゃなくもうポーランド語になってしまうところがすごい感情的で非常にエモくていいですね。それどころじゃないんだよみたいな。バッハフーバー様、お願いがあってこの手紙をしたためております。そちらの世界での私の財産は今や全て法的にあなたのものであり、私が口を挟む権利などないことは重々承知です。それでもなお最後の願いを聞いてくださるよう祈っております。裏庭のブナの木をすぐにでも切り倒されるおつもりかと存じます。しかしあの木にはクロウタドリの家族の巣があるのです。木を切る前に巣を別の場所に移してやってくださいますようお願いいたします。優しい人だね。追伸、今後誰かから列車の切符を買い取るときには私に多少なりとも似た見た目の人にしなければ。あなたも当然ながらあなたのパスポート写真も私に全く似ていないのですから。だが悲しいかな、私の知るバイエルン住まいの人の中でこの切符を手に入れた人はあなたしかいなかったのです。なりすましをしてるのか、バッハフーバー。わ、子供のおもちゃ。おっと、お酒かな、薬かな。スピリタス、きっつい酒だ。スピリタス、スピリッツってやつですね。アルコール度数80とかそんぐらいあるやつ。この列車、地下鉄を歩いてるのを見ると、ロシアの地下鉄を歩く FPS、 歩くってか戦い抜く FPS、 なんだっけタイトル忘れてたけど、アルチョムが主人公のやつ。うわっとと、急に重い。あれを思い出すね。地下鉄は何かこうロマンを感じさせて楽しいですよね。おっと、そっちへ行く前にここを軽く見てみましょうか。国民相手でも独善的すぎたんだな、ナチスは。だから滅びるんだよ。さて、これを読んどこうか。親愛なるレオポルト、僕は何度も神に祈った。僕を無知にしてください。目の前に眼前としてあるものを見えないようにしてくださいと。なんだ、僕は受けた依頼をこなすだけの素朴な機械工だ。けれど心の奥では何年にもわたって目を触らし続けてきた報いをいつか受けることになると分かっていた。その時が今日やってきたのだ。だが何より辛いのはその知らす、報いを直接に受けるのが僕ではなく君だということだ。今日僕は友を失う。思わずにはいられない。本当に他の道はなかったのかと。与えられた命令に疑問を差し挟む勇気が僕にあったなら、これが僕ら二人の最後の旅になることにもっと早く気づけただろうに。長年の友よ、君に敬意を表する。こんな終わりを迎えねばならないことを心から申し訳なく思っている。うわー、これは悲しいな。多分だが友達を犠牲にせざるを得ない状況。わあ、氷？そっちにもあったよね。これ列車用の リフトってことか。すごいね、こんな巨大、氷ついて動かない。というわけで奥の方のリフトに乗りましょうか。おお、動いてる動いてる。電気は全然無事のようですね。うわ、ワクワクする。怖さよりもワクワクの方がはるかに強いね。ここも本来ならリフトが上がってきたんだろうね。担当官が遊んでやがる。ここでね、上げたり下げたりしてるわけでしょう。あそこが到着地点かな。このコートもらっていきたい。今寒そうだもんね。じゃあ地下まで一直線だ。走れないのか、これ走れないっぽいね。まさにウォーキングシミュレーター。歩いてこの世界を味わえと、隅から隅までたっぷりと。いや、レトロフューチャーなナチスものといえばやはりウルフェンシュタイン。
こちらのゲームをホストさせますよね。いい効果？ガッシャー動いた？まだか？お、動いた。超巨大エレベーター。おお、つらら気をつけてね。これから一体どんな世界が、はあ、人の形、あれ石像？うーわ、超巨大洞窟、まさに地下都市。ポータルのチェンバーの研究所かそのぐらいの広さだよね。でかっ。こんだけの科学力持ってたらそりゃ戦争も勝っちゃうでしょう。いや、勝った人はいないんだけどね、核撃ってしまった時点で。お、到着かな。おっとっとっと、ガシャン。あ、真ん中を歩けて、ありがとう。はい、というわけで、うわ、空っぽく見えるね、霧のせいで。というわけで今回はこの辺で一旦終わっておきましょう。これはストーリーも濃厚で非常に想像力をかきたてられますね。面白い、すでに面白い。というわけで、面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリベデルチ。